こんにちは、ヨシーです。ブルースにおけるベースライン、これ、をちょっと弾いてみたいと思いますね。キーは F です。このようになりますね。これは、非常にね、音が少なくて、心地の良い響きだと思いますね。音はファー6弦の1フレット、そして5弦の開放ラーですね。そしてドの音、レーミフラット、これが一番高い音です。そしてレドラファ、指の動きで覚えればいいと思いますね。その次に、B フラットになりますので、全く指の動きは同じです。そしてまた F、 次に Cセブンのコードになるので、これが、1拍2拍ですね。そしてあと3拍目4拍目が、B フラット、そして F。 こうですね。指の形で大事なのは C7 の時の動き、ここですね。これ都合2拍だったのでここまでいかなかったんですが、こういう形になってしまったんですけども、 C の時はこうなりますね。 G の時はここ G の音からスタート、6弦の3フレット、全部一緒です。 A の場合は5フレット6弦、このようになりますね。なので指の形で覚えるのはもうこういうことです。薬指は使いません。こんな感じですね。はい、まあチュートリアルとして詳しくは述べないんですけども、だいたい指の形を見ていただければね、わかると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。これはまあギターでね、わかりやすいようにやってみたんですけどね。はい、そういう話でございました。それではまた、バイバイ。